ラブオンライド、通勤彼氏、高梨良平。俺はいつだってお前に、真剣なんだから、学生時代からずっと、お前にずっと触れたくて、たまらなかった。 今日も一日も頑張ろうなあ,あれなんか怒ってるもしかして電車一本乗り過ごしてから機嫌悪いとかえ違うのじゃあ何なんだよそんなむすっとした表情してさほらもっと笑う本当何浮かない顔してんの月曜日の朝からそんな顔してちゃ。 これから一週間仕事頑張れなくなるだろう月曜日こそ笑顔で過ごさなきゃダメじゃん楽しいこと考えてさ。例えば、仕事が終わったら好きなゲームの続きをするとか、週末のサッカー観戦のために一週間乗り切るとか、仕事終わりにバーカイ酒屋に寄ってお酒を堪能するとかさ。ま、俺の好きなことばっかだけど、 人生楽しまなくちゃ損だってそりゃ会社や学校でいろいろ嫌なこともあると思うけど頑張っていれば絶対誰かは見てくれているから俺だってお前の頑張ってるところちゃんと分かってるよほら月曜日だからこそ笑って笑ってんともう電車が来るな危ないからもう少し下がって。 どういたしましてさあ今日も一日頑張ろうにしてもやっぱ朝の通勤ラッシュはきついななあお前は大丈夫かしんどくない今までも変な男に触られたりしてないよな 俺が嫌なの。それに、もし痴漢じゃなくても、他の男にお前の肩が触れてるとかさ、腕と腕、当たってるとかさ、香りがわかるくらい近い距離とかさ、そういうの、なんか、嫌だ。え子供みたいだってそうかな。そりゃ、他の男がお前のそばに寄ってきたら、誰だって、 嫌だろ。お前のそばにいるのは、俺だけでいい。なんて、何かを赤くしちゃってんの冗談だって。いや、冗談じゃないけど、学生の頃からお前とは知り合いだったし、歳も同じだし、まさか同じ職場で、しかも同じ部署になるとは思ってなかったけど、お前が俺の会社に転職して、再会した時は本当に、 運命だと思ったよ。って、これも冗談だけど。<laughs> 悪い悪い。そんなに怒んなよ。と大丈夫か？今日の運転手やけに荒い運転だな。ちょっと身動き取れなくなっちゃったな。ごめん、もう少しこのままで。いい お前の心臓の音がすげえ近くで聞こえる。あ <laughs> っ緊張してるなんかどんどんお前の心音が伝わってくる気がする。あ俺の心臓の音かもしれないけど。ほら聞いてみて。俺も結構ドキドキしてる。 ああ、残念駅に着いちゃうかもう少しこのままでいたかったのに冗談じゃないってばねえ聞いてんの